高橋ですさあ今回もやってまいりましょう弓道ー面白いさあ即あんまらわでいきたいと思います <laughs> はいさあいや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 今回はですねはいあのなかなかあーこの弓道の話の中でもお結構こう面白いくなるんじゃないかとお個人的に勝手に思う動画を撮らせていただきたいと思いますその名もその名も 強い弓は新たな弓道人生を変えるというテーマで、えー、今回はご紹介したいと思いますはい、えー、今回はですね、えー、この番組ではあ初心者やあ経験者の人たちにですね弓道の実力をこうね確実に伸ばしてもらってより弓道をね面白くしてもらいたいなと思いですね、えー、やっております、えー、よろしかったらですねチャンネル登録といいねボタンの方よろしくお願いしますで今回はね何のお話をするかというとですね 強い弓はあなたの人生を変えるというテーマでご、えー、紹介をしたいと思います。で、これね、最初に言っておくとですね、あのこのお話はですね、えー実に、実際にあったお話でですね、こう昔の弓道の先生がですねこう、強い弓を引いてですね、まあ、ものすごいすごい逸話ストーリーがあるわけですよ。もうそこにはね、もうあの今の現代の弓道では考えられないような、あそういう,う奥の深い話だったりとか、 まあその考え方のお話があったりとかするわけですよで今回は何のお話をするかというとこの強い弓なぜ引かなきゃいけないのかどうして昔の弓道の先生というのは強い弓を好んでいたのかああということともう一つですねだからその言うだけではちょっと面白くないので実際にですねこう弓道のおその強弓を弾いてきた えー、人間のでですすね、ね非常にかっこいいストーリーリをです、ね、私がこういろんなあ強みを引いてる先生の中から2名、えー、厳選してですね、それをご紹介したいと思います特にですね、えー、その名もですねまず1人目世界一エモい弓道家という名前を付けて世界一エモい弓道家をですね、えー、ご紹介したいと思いますそして、えー、2人目はですね、この 400m 矢を飛ばす男 へえ、こんなやついんのと。はい。えー、これはですね、かなり、まあ、昔の弓道の不籍の中に書いてあった本でですね、えー、その人の内容を紹介したいと思います。いいですか準備はいいですか強い弓を引くということは、あなた自身の人生を丸きり変える最強のツールになるだろうということが、ああ、この動画で、えー、見てわかると思います。はい。まずですね、えー、この強い弓っては何なのと。 強みって何なんですかとこれね結構ねあの私もね弓道いろんな弓道の先生に会ってきてで何キロぐらいが強い意味というふうに言われているのかこれねなんとなくうこういう話になる時にね大体ね皆さんねこの数字で、えー、おっしゃられる内容っていうのがねなんか強い弓って言われると20から23キロぐらいのことをねあの強い意って言われるんですよ。 まあ要はなんかそのキッの世界でですね、まあよくキック屋さんに置かれているのがまあだいたい15キロか17キロぐらいのビアとでまあやっぱりね20超えるとね結構強いというイメージを皆さん持たれます。はい。えー、それがなんでかというとですね、例えばキッ屋さんとかに行くとですね、キッ屋さんとかであのキッないですかって言った時にね、大体ねマックスが20ぐらいなんですよ。 大体マックスにそれ以上ねの強い実を置いてある場所もまあ、あるんですけども、圧倒的にね。下がるんですよ。これね。ちゃんとした理由があってですね。なぜその弓道のそのキューガーさんって20キロ以上の弓がだいたい置いてないもんなのか、それはですね。修理が多くなっちゃうからなんですよ。はその15キロから17キロっていうのは薄いので板が。 まあいたけの幅が薄いので、まあ、公害のリスクっていうのはあまり、うんまあ、少ないわけですよ、強い弓に比べれば、まあ、もちろん竹弓だったら公害するんですけども、ただ、二十超えてくると、ですねやっぱりその弓自体の材料がですね、やっぱこう厚くてこう、太くなってくるわけです。で、そこで裏ぞりえ、ね、持たせようと、ね、15センチ以上裏ぞり持たせようとすると、こんなもう、あの厚い材料がですね、ぶわーっとこうやって動くわけですよ。 そうするとね、何が起こるかっていうとその竹弓っていうのは外竹と芯材と内竹の三層構造で行われていてこので接着剤でペタッて貼ってるわけですよだからこんなにんなったら、まあ、当然ですけどもベリってなんかどっか行っちゃう可能性があるとだからね修理のリスクが上がってしまうということでまあ今の弓道の世界の人たちってやっぱりどうしてもねあのね世界たせっかく高いお金かたいいて買った竹弓なんで壊れたくないじゃないですか だからねやっぱり、ね、強い弓になればなるほど割れやすいのでリスクがねどうしてもあるというところが、まあ、なかなかちょっと避けきれないということなのでなので強い弓って言われるとねあのやっぱりね今の世界だと2 0キロから2 3キロ以上になってくるとですね強いってなんとなく弓道の世界で言われています。とこころがのの昔の こう先生の言われている強い弓という定義はもう現代とは完全にかけられてますはいこれ2冊以上の文献で何キロ以上が強いというふうに言われているのかっていうのはこれ数字出てます正解ですね30キロ以上が強い弓なんですよ30キ,す30キロ以上が強いわかりますキロ以上強いですよで30は兵力なんですよ <laughs> えー、そうなんですかみたいな で、その、ちなみにですねあ3 0キロ以上の弓って大体どのぐらいなのつって言うとですねこれがまあその現代で言われる弓これ大体1 3キロぐらいの弓なんですけど3 3キロの弓を私は1り持ってるんですけどもうこんな感じもう見た目もう全然見た目違うじゃないですかなんかここのここのこの木の厚みがちょうどここに来てるみたいなぐらいの厚みじゃないですかだからこのぐらい厚みが違うんですでこの まあ、弓のキロ数がですね強いのが大体何キロぐらいかっていうと現代はですねまあ、20から23って言われているんですが昔はですね30キロおも面白いですね。でえそれってその要は昔の話であって、えー、その今のその強い弓というのはもっとその数字っていうのは変わっていくもんだろうっていうふうになんか皆さんおっしゃられると思うんですけども実は。 弓道教本にも強い弓の定義っていうのを、ね、示唆されてる文章ってあるんですそれをねちょっとねあのご紹介しておくと弓道教本3巻、はいまあ、現,代現代の弓道ではあん、ま、弓道教本三巻ってあんま使わないと思うんですけども実はこの弓道教本三巻のです、ね、高塚藩士という方がですね何センチ以上があのなどのぐらいの厚みの弓が弱弓というふうに定義し,あのしていたのかっていうことをね解説した本があるんですね。 でそれをちょっと見るとですねえー、っとどこだったっけなこのえ道、ー、度教本3巻のですね61ページ高塚半紙の文章でさてここで一向したいことは昨今読弓を多く使用するようになってからっていう文章があるんですね昨今読弓を使用するようになってからってでここにね1 8ンチ以下って書いてあるんですよ1 8ンチってこれ何キロぐらいあると思いますセンチこれね 弓にもよりりまますすが28キロ以上あります1 8センチって言ったら,だからめちゃくちゃ強い弓なんですよその今の弓道の世界で持っている弓って大体1 5センチぐらいの厚みで1 5センチでプラス3うんだったらそんな体て変わんないんじゃないのっていうんですけど実際これね持ってみてください1 8センチの弓ってめちゃくちゃ強いこう3ミリ上がるだけで球力ってめちゃくちゃ上がるんですよ 確か私が、えー、弓師さんに聞いた話によると 1mm 上がると4キロから5キロぐらい上がるって言われてるんですよ。そんな上がらんすかと実際まあ上がってあの、ね、3 0キロ以上が強い弓と言われてるんですね。だから例えばなんか例えばです2 0キロとか2 3キロの弓で「いやーお前の持ってる弓って強いな」っていう,ふうないうふうに言われると思うんですけど実は。 20から23ってそこまで強くないんですよ本当のこと言うと本当はね強くないんです実際は足の上の踏み方とか台座の取り方とか取り掛けの仕方とかを変えればどんな人間でも25キロぐらいは容易に引けるんですで実際あの私が教えてる弓道の会員の方でですね2 0キロ以上弓を引かれてる人って20人以上います20人の弓道家が2 0キロ以上弓を引いていてその中で1ヶ月半で1 3キロ給力が上がった40歳以上の女性もいます 面白いでしょあの弓のキロスってか強い弓引くのって全然難しくないんですよそんな全然難しくないですあのかつて撮った動画とかでも球力を上げるための練習法とかっていう動画を撮ったことあるんですけどまさにそうであの現代の弓の引き方という現代の弓の引き方っていうのはあくまで連写っていうその礼儀正しく弓を引かなきゃいけない場面っていうのはありますと球道の世界ではねがっつり体を目一杯使って心と体を鍛えるための球道と 誰かこのお偉いさんが来た時に見せ物をするための弓道の2パターンがあってその見せ物をする場合の弓道の霊社まあ,あの正確に言うと花形って名前がついてるんですけどその花形の弓道が基本であるっていうこの基本にしている場所が違うんですよねで昔の弓道っていうのはもうまるっきり違うわけですよ要はその綺麗な礼儀正しい射をするためには心と体を徹底的に鍛えないと絶対ダメだよ 心と体を強い弓も引けてないのに霊射なんかやるなんてもってのほかだっていうのが価値観にあったんですよだから強い弓ってのは3 0キロ以上と定義したでここでまあ現代の弓の弓をやっている人たちからするとえなんで強い弓引かないとその弓射やっちゃダメになってんのいや別にいいじゃんと別になんか個々がそれぞれが礼儀正しさというかあのそのしっかりね格式ばった礼霊式の方も お別に強みを弾かなくてもやってもいいんじゃないかとやっぱ礼儀とは大事だとそういう風に強み引を弾いた人じゃないとそういうことができないとなんか不公平じゃないかとないうふうに考えると思うんですけどもこれねなんでそういうふうになっているかっていうとあの現代と昔の弓道の優れた弓道家の定義が違うんですよ優れた弓道家の定義が違うあ。やっぱ現代の弓道ってあの日本弓道連盟という団体があってですねそこで、まあ、高い段を取っている人。 まあ練習ととか教師とかっていう人が、まあ、なんか大会であったり、イベントの時の矢渡しを行うわけですね。で、ね、なかなか矢渡しで、例えば2段の人が矢渡しやりますって、あんま聞いたことないじゃないですか。まあなんかその、市の弓道の、まあ、うでやる大会とかで、なんかその矢渡しみたいな儀式を2段の人にやらせたりっていうところの弓道連盟は聞いたことあるんですけども、やっぱり大きな大会、弓道連盟の中の大きな大会になるとですね、矢渡しってなと、やっぱりね、ある程度やっぱ段を持っている人がやるわけじゃない 安庄、ね、先生とか商談審査の時だったら商談審査の時の,その,、ね、その地区の弓道連の会長の人があ矢渡しをするんですけども昔はね定義が違ったんです昔はどういう人間が優れた弓道家だったのかという定義が何かっていうと精神的で深みのある昔の教えっていうの言語ができる人っていうのが優れた弓道家っていう定義だったんですこれはどういうことなのかっていうと弓、えっと、道の世界って ににままままつつわるる言葉っっててたくさんあありりすすよよねね仏教用語例えば「柄浄」とかあるいは「演奏」なんて言葉が聞いたことあると思うんですけどもああいう言葉ってどういうふうなことをすればああいう言葉が分かるようになるのかっていうのはこれははっきり分かってるんですよ。それが苦しい体験なんです。苦しい体験。そのね苦しい体験っていうのはどういう体験なのかっていうとああね 肉体的に苦しい体験をやるとですねあの弓道弓道っていうかその仏教の精神的な用語が分かるというふうに言われているんですねこれは分かると言われているというかもう禅の方を見るとですね大体そういうふうに書かれてある例えば禅の研究者であって世界中に発信された鈴木大拙さんという禅の学者さんがいるんですね禅の学者さんがいてこの,本この人の本もねなかなか面白いんですけど禅,禅という言葉がどうなんかその精神的なね言葉が多いと思うんですけども そういう言葉がなぜ分かるのかどういう過程で分かるようになってきたのかというですねあの宗教の学者さんだったりとか宗教家の人たちのエピソードとかが禅、ね、の本に書いてあるわけですよそしたらですねどういう時に、えー、この精神的な用語の本当の意味が分かったか例えば自分の言葉で説明できるようになったのかっていうプロセスを見るとですね大体みんな苦しい体験されてるわけですよ例えばある宗教家はですね 刑務所に入って1ヶ月質素な生活をしたら禅の言葉がわかるようになったっていうエピソードがあるんですよ。面白いですよね。まあ、なんかたぶ聞いたことあると思うんですよ。まあねあのここに書いてあるようなあのなんか家計塾に書いてある絵とかねあの言葉とかねであるいはですねなんか仏教の言葉とかにいっぱい調べたらいっぱい出てくるじゃないですかねあのー、ね大日如来とかねキリの世界大日如来とか。ね あるいはですね、こう超速、超心超星とか,かね、<何>超、ね、ああいう言葉とか一体何,何なのか。ね、ただ息を整える。 超速でではないんです超速超成っていうのはまだ全然違う考え方があってですねまあそういうのがなぜその全然違う考え方があるとかっていうのが分かるのかそしてそれが一体どういうことなのかっていうのをですねやっぱ分かるためには体を通して分かんないといけないんですねの体を通して分かるためにはできるだけその体に例えば負荷をかけたりとか例えばその体の中にですねまあもう本当にそに原始的な体験を持っていくわけあるいは断食とかってあるじゃないですか あえて何であ断食をやるかっていうと人間ってお腹をすいたらご飯を食べたくなるんですよね。ご飯あのお腹空すいたらご飯食べたくなるってこれ全然理屈ないじゃないですか。でも人間全員がお腹空すいたら飯食いたくなるのはこれ、まあ、いわゆる本能こういうふうに意識はしてるんですよ。ご飯を食うということは意識してんだけど無意識な反応じゃないですかこれってみんな誰しも自然にそう思うねみんな誰しも自然にそう思うお腹空すいたらご飯がというか。 ね、夜になななっったたらら眠眠く寝てかこれね理屈なしなんだけどもみんなが怒ってしまうんでこれある意味理屈があると言えるんですよ。こういう風な意識なんだけど無意識にやっていることが仏教であったりとか禅の中の思考の中にあるわけですね。であるいはですねバンケイヨウタクっていう有名な禅のお坊さんがいるんですけどこの人もねもうめちゃめちゃすっきりですね。なんか人生とは何かとかかか何 禅のこういう言葉は何なのかっていう用語をね、全部説明してるんですけどね。めちゃくちゃ簡単な言葉で全部説明されてるんですよ。でも、その万慶洋拓って何をやった何やっていたかっていうとですね、修行めちゃめちゃしてんですよ。で、その修行をやることで、あ、こういうことなんだな。 仏教の言葉はこういう意味なんだなっていうことを自分の中で腑に落としてさらにそれを人に説明してそしてその,その聞いた人たちに納得感を持たせるようなそういう体験や経験を持っている人間っていうのが、まあ、いわゆる優れた人間の一つだったんですね。まあやっぱり今の日本の政治はですねやっぱり経済であったりとか、まあ、そういうものが最優先されていったんですけども昔の日本の例えば江戸時代とか、ね、室町時代とか。 まあも,もっとたどるとですね、まあ、卑弥呼大、ね、化の改新というものが出た時代からどうやって政治を運営させていこうかなって言った時にこの仏教っていうのは絶対初さなかったんですよこの仏教を取り入れることによってこれ政治をどうやって運営動かしていくかっていうところにすごく絡んでいてですねやはりその仏教の内容自体を分かってんのか分かってないのかっていうのはのすごく重要だったその中に弓道っていうのは入ってたんですよ例えばもう全部ザ仏教の 師匠と言われている人間で言われる弘法大師ね空海で名前ですねあ,ありますよね空海って聞いたことあると思うんですよ。最長空海とかねあると思うんですけどあの空海って弓の達人だったんですよこれ「美獣竹林90書」っていう原文にはっきり載ってますいろんなもう各何十の地域で弓の上手と言われた弘法大師っていう言葉が残ってるんですね面白いですよね やはり弘法大師レベルの仏教をもう深い部分で理解されている人間というのはやはり弓というのはどういうものかっていうのを理解するのがもうさも容易だったんだろうなっていうふうに想像がつくんですよねはいだからその深い境地を理解するためにはどうしなきゃいけないのかっていったらですねできるだけ強い弓を使って体に刺激強い刺激を与えるっていうことがやっぱり大事だったんですねそそしてての強い刺激を通じてあ このなんか例えば弓道で言われているなんかこうね大日の愛とはどういうことなあこういうことだったんだなっていうことがねものすごく分かるようになるんですよそしてその分かることがこの弓を引くことによってその深い境地が分かっていくんですねそしてその深い境地を理解することによって生活であったりまああるいはその仕事であったりっていうところに生かされていくということなんですねあるいはですねこのこのね剣であったりとかこ弓道であったりっていう通じてきた人間 これ、ね、政治にもちゃんと関わってます。弓道の達人もう弓がたくさん弾けてる人ってね政治運用がうまかったりするんですよ。皆さん、徳川家康ってご存知です徳川家康。徳川家康って365日ずっと弓弾いてたんですよ。ものすごい人間ですよね。皆さん、365日弓弾いてます私はね、正直365日弓は弾いてません。ある程度は弾いてますけど、弾いてません。はい。イエスサイアは、イエスさんのは全然弾いてないんでけどね。 でその徳川家康って言ったらもう江戸幕府っていうのを長く続けた上ではかなり優秀なこう政治家だったっていうふうにはねあのこれはもう記録がたくさん残ってるわけですよ。ねそういう、えー、そういう深い境地この深い境地を知ることによってそのまさしく弓道というのは生活や仕事に必需品だったんですよ。 現代の弓道とは、これはまたか、ちょっとね、あの、イメージがずれてしまうところがある,あると思うんですけど、強い弓というのはそういう面を持ってるんです。だから、強い弓を引くことによって仕事とか生活の人生が変わるという意味がね、なんとなく分かっていただけたんじゃないかなというふうに思います。だからですね、あの、ただね、これを見ている人たちっていうのは、あの、ぜひね、あの、強い弓に挑,挑戦していただきたいんですけど、一個ね、注意事項があります。それはね、いきなりキロ数上げじゃない。 いきなりクロス上げちゃうとねこれがねあのー、やっぱり怪我をしてしまったりとか無理をしてしまったりとか結局引けなかったりとかそういう問題があるからまああなたねプラス2 3キロぐらいから挑戦するっていうことがね私はお勧めします2 3キロぐらいでね5社ぐらいしかできなくていいんですよあなたも1社でもいい1社ぐらいででもねそこで一発頑張っておくとねあのやっぱり強い弓っていうのはね慣れてくるんですよ ずっと弓に弾いてくる例えば英語とかでも早いリスニングとかって言ったらもう最初意味わかんないのやないと oh, oh, oh. oh, this is happening, so I, I, I can't understand this、so、of what you say とかって全然わかんないんですけどもただずっと聞いてると慣れてくるじゃないですかそれと同じなんですよねこの深い境地に慣れてくるっていうねまさしくそういうとこは面白いんじゃないかなというふうに思います